はい、こちらはセグロアシナガバチですね。なんか毎年ここら辺に、これシャコなんですけど、このシャコのこの辺りに営巣していて、ちなみに今年はこことすぐ30センチ横ぐらいかな、これ去年の多分オスですね。去年営巣してたオスの死体、さっきのその30センチ先にまた営巣してるんですね。これってアシナガバチって自分がなんか生まれた場所みたいなの覚えてんのかな、なんか自分が育ったから営巣するような気がするんですよね。じゃないとなんかこんなところに毎年作らないと思うんだけど、去年も2個できてて、ですね、見えるかな、去年これでも途中で多分放棄しちゃったやつかな。その手前にね、クソデカセグロアシナガバチコロニーがあってね、これがねめちゃくちゃデカくてね、立派に育ってましたね。今もうなんかあれですね、虫に食われて穴開いてるけど、めっちゃデカいよこれ。30センチだけど仕切りみたいな壁があって、ちょうど巣で動いてる様子はお隣さん同士見えない感じになってるから、うまくいくのかな、ちょっとね見守りたいですね。こっちの子とこっちの子ね、手前の巣の方が若干でかく見えるけど、まあでも大体同時期に営巣したんだろうなって感じですね。これなんかシャコの後ろの方の物置の隙間みたいなとこに営巣してるんですね。いやーよく見つけるよな、こんな雨風しのげて最高だもんな。夏ちょっと暑いけどね、外敵からそんな襲われないだろうし、私たちも隣にね畑行くためのドアがあって、スズメバチもそんな来ないんじゃないかな、毎年うまくいってるしね。今車庫入って左手、奥の左手見てたんですけど、右手にも演奏してましたね。いや人気だなちょっとそれなんか物入れてる箱だから動かさないようにしなきゃな、子供が触るとかしなければ温かく見守ってあげてほしいですけどね。うちはなのでもう営巣したら頑張ってねって感じで置いてあります。畑やってるからね、隣で畑のガとかの幼虫食べてくれるしね。蜂は益虫ですよ。アシナガバチの中でもセグロは割とおとなしめですね。別の動画にしたヒヤシはちょっと気性荒いので気をつけないといけないですけど、ちなみに左手に黒板があるんですけど、この黒板をちょっと大丈夫かな、ごめんね、動かしますね、ちょっとごめんね。あー当たるんかこれ、この黒板の裏のドア側にまた営巣されてましたね。なんだろう、セグロなのかな、セグロにして、あでもセグロか、セグロっぽいな。今年は初期頃に4つ見つけましたね。でも去年とかも確か4つぐらいあって、結局残ったのが2個とかだったので、まあねやっぱ全部残るのは難しいんだろうな。外敵がその鳥とかスズメバチみたいな 大型っていうか見てわかる捕食者だけじゃなくて、寄生蜂とか寄生蛾とかいっぱいいるんですよね。やっぱり頑張ってほしい。 この子帰ってこないけど、さてどんだけ大きくなるのか見守りたいと思います。